ラスベガスのカジノに設置されるスロットマシンラスベガスの人気リールマシンウィールオブフォーチュンスロットマシンとは賭博を目的とするコイン作動式のゲーム機のことであるこのようなゲーム機にはリールマシンビデオスロットビデオポーカービデオ機のホースレースオートルーレット他様々な種類があるが一般的にはこれらギャンブルゲーム機全体を指す講義の意味よりも リールマシン及びビデオスロットのみを指す競技の意味として用いられる場合が多い。本校では原則として競技の意味のスロットマシンについて説明するが誤解や混同を避けるため本文中ではリールマシンあるいはビデオスロットの語を使用しスロットマシンと記述する場合は必ず講義の意味であるものとする。スロットの名は効果またはトークンの投入口を意味する。 言葉、コインスロットに由来する。そのため、文脈によっては、自動販売機やジュークボックス、ギャンブルを目的としない、アーケードゲーム機など、コイン作動式の機械すべてを包括して指す用例も、見受けられる。逆に効果やトークンを受け入れるスロットがなく、磁気カードなどで遊ぶリールマシンや、ビデオスロットも、スロットマシンと呼ばれる。コインで作動する。 チャンスゲーム機がアメリカにおいて製造されるようになったのは南北戦争以降のことである。1870年代中頃にはコイン作動式の競馬ゲームがアメリカの酒場で稼働し、この種の機械が新たな工業製品の分野として成立するようになった。1890年代になると一般にポケットマシンと呼ばれる無数のピンを打った盤面にコインを投入し所定の ポケットに入れば勝ちという日本のパチンコを思わせるゲームや一般にホイールと呼ばれる面を放射状に区分けした円盤が回転するマネーホイールに似たゲーム機が多く製造されるようになる。しかしスロットマシンの主流がリールマシンに移る1930年代以降この種のマシンは少なくなっていった。現代のリールマシンのように複数の回転輪を並べて回転させ 停止した時の絵柄の組み合わせで特装を決定するリールマシンは1890年代の早い時期からポーカーをモチーフとするゲームとして出現している。しかし、それらはゲーム結果の判定と払い出しを自動的に行うメカニズムを備えておらず、当たりの目が出た場合にはオペレーターが景品のビールや葉巻を手渡しで払い出す必要があった。 チャールズ・フェイが開発したリバティベル1898年アメリカのカリフォルニア州サンフランシスコでスロットマシンの開発を行っていたドイツ系移民のチャールズ・フェイは3つの回転輪を持ちゲーム結果の判定及び賞金の払い出しを自動的に行う機能を備えた初めてのリールマシンカードベルを発明した翌1899年 フェイはそのメカニズムを搭載したリバティベル機をサンフランシスコのサルーンに設置して売り上げを切半する営業方法をとり大きな成功を収めた。フェイはこの機械を販売しなかったためそのメカニズムの秘密は長い間明らかにされなかったが1905年あるサルーンに設置されていたリバティベル機が何者かによって盗み出される事件がありその後に 当時のスロットマシンメーカーの採用手であるミルズ社よりミルズリバディベルという名のフェイの発明に酷示するリールマシンが売り出された。ミルズ社はその後も精力的に類似のリールマシンを開発、販売し他のスロットマシンメーカーもこれを模倣した製品の製造を始めたためフェイが独占していた頃にはサンフランシスコに泊まっていたサンリールのリールマシンは全米を席巻するようになり やがては世界に広まることとなった。フェイのリバーティベルが規定したリールマシンの基本要件は現代に至ってもなお変わらないエポックであるとしてサンフランシスコにあったフェイの工房の跡地には現在カリフォルニア州が認定する937番目の史跡として記念碑が建てられている。 1899年のロサンゼルスタイムズによると、ほぼあらゆる酒場にこうした機械が1台から6台あり、一旦この習慣が身についてしまうとほとんどマニア状態となる。若者が何時間もぶっ通しで遊んでいるが彼らは最終的に間違いなく敗者になるだろう。フェイのリバティベルで使用されていたシンボルは、ベル、セイ、ハート、スペード、ダイヤモンド、蹄鉄の6種類であった。 現代においては、スロットマシンの代名詞でもあり、時として、ギャンブルゲーム全体の象徴にもなる、フルーツシンボルが登場するのは、1910年にミレズ社が開発した、リバティベルガムフルーツが最初である。これは、ギャンブル機との手段を避けるために、機械の横に付け加えたガムの自販機にちなんで取り入れた、もので、この時使用されたシンボルは、ベル、ガムの商標、プラム、オレンジ、 レモン、スペアミントの6種類であった。ミルズ社は同じ年に引き続きガムの自販機がつかないオペレーターズベルを製造し、その際にスペアミントシンボルはチェリーシンボルに差し替えられた。これらフルーツシンボルはその後もリールマシーンの標準的なシンボルとして使用され続け、ガムの商標もバーシンボルに変化して現代まで受け継がれてきた。しかし、 1980年代の中頃からは、フルーツシンボルは、ダブルバー、トリプルバーなどのバーシンボルのバリエーションや、7シンボルなど、より序列が分かるやすいシンボルに置き換えられる傾向が強まり、チェリーシンボル以外のフルーツシンボルを使用する機種は少なくなっている。ビデオスロットにおいては、本来は、ポーキーマシンと呼ばれる、オーストラリアのレギュレーションに沿うための仕様である。 トランプのランクを示唆する AKQJ10 の文字シンボルを含むゴリールのビデオスロットのスタイルがオーストラリアの有力なスロットマシンメーカーの台頭と共に北米などオーストラリア以外の市場でも広まっている。1963年、イリノイ州はそれまで法で禁じていたギャンブルマシンの製造を解禁した。これを受けた同州のゲーム機メーカーのバーリー社は 従来の基本的なメカニズムにエレクトロメカニカル回路を導入し革命的なスロットマシンを次々と発表していった。まず1964年モデル742において払い出し機構に初めてホッパーを採用した。それまでの払い出し機構は払い出すコインを細長いチューブの中に平らに一列に積み上げる形で収納しており少し大きな当たりが続くと チューブが空になってしまうという問題を抱えていたが、コイン容量が格段に大きいホッパーは、この問題を解決した上に、より大きな当たりも自動的に処理できるようになった。また、1967年には1回のゲームに、最高5枚のコインが投入できる、モデル809を、翌1968年にはコインを投入するごとにペイラインが最大3本まで増加する。 モデル831を発表した。このように、1回のゲームに複数のコインを投入させる、すなわち、ゲーム単価を上げるという概念は、現代のスロットマシンのほとんどすべてに継承されている。バーチャルリールとは、1982年に、米国ネバダ州リノ在住のインゲイエス・テルナイスにより、特許申請され、1984年に認可された、 リールマシンに関する技術理論である。これは、マシンの稼働から得られる利益を減らすことなく、より高額のジャックポットを容易に提供できるマシンを作ることを目的とするもので、その手段として、従来は機械的な動作で得ていたゲームの結果をコンピュータで電子的に売るようにしようというものである。前出のバーディー社は、1980年にこの理論を応用した初めてのリールマシン。 E-1000 シリーズを発表している。1985年、日本のユニバーサル社は、バーチャルリールを実現する目的で、二人の米国人、開発者によって、リール機構に、コンピュータ制御されたステッピングモーターが採用された、リールマシンを、ラスベガスに、初めて投入した。バーチャルリールとステッピングモーターの組み合わせは、他社製品にもたたく間に広まり、 現代のリールマシンの必須要件となった。これは30年以上経過した現在も変わっていない。ステッピングモーターのリールマシンへの導入自体は1982年に英国ウェールズの JPM 社によって国内市場向けのナジマシンと呼ばれるスロットマシンですでに行われている。このマシンではリールが停止した後も プレイヤーがボタンを操作することによって、さらにシンボルを上下にずらすことができる、ナチフィーチャーで、ステッピングモーターの特性が利用されていた。ただ、このゲーム機が設置されている地域は、非常に限られており、これを、現代の新機軸、リールマシンの直接の起源として結びつけるには、根拠となる資料が不足している。日本においては、英国よりもさらに早い1980年に、 やはり国内市場向けのパチスロにステッピングモーターが使用されていたとの記録が残っている。これはパチスロがストップボタンによってプレイヤーの任意のタイミングでリールを停止させるゲームであるためパチスロの内部で行われる電子的な抽選結果に反するゲーム結果とならないようリールを制御する目的に使用されたものであるがこの事実とラスベガスで初めて ステッピングモーターを使用したリールマシンを展開したのが日本のパチスロメーカーであったユニバーサル社であることを考え合わせると現代リールマシンの最も重要な技術改革の一端は日本を起源とする可能性が高い。1980年代中頃以前、すなわちステッピングモーターが導入される以前のリールマシンはハンドルを引く動作を利用して伸ばしたバネの力を 動力源として、リールを回転させ、リールの停止及び表出したシンボルの検知は、歯車、金属製のアーム、接点式スイッチなどを組み合わせて、機械的及び電気的に行っており、どのシンボルが表出するかは、実際に、リールが停止するまでわからなかった。このような機械的な構造は、物理的な制約が多く、ゲーム性や遮光性の幅を広げるにも限界があった。 現代のリールマシンはコンピュータプログラムを搭載した IC 基板とステッピングモーターをその構成の核としてバーチャルリールという考え方で動作している。バーチャルリールとはゲームの結果として表出するシンボルをコンピュータプログラムの中に仮想的に格納されているシンボル群からランダムナンバージェネレーターと呼ばれる乱数発生回路によって電子的に決定するという手法で ステッピングモーターは、その結果に従って、目的のシンボルが、所定の位置に停止するよう回転を制御するために、必要な技術である。仮想的なシンボルの数は、ステッピングモーター以前の技術が抱えていた物理的な制約がないため、理論的にはほぼ無限に設定できるので、出現確率が大変低いシンボルを設定して、非常に高額な当たりを提供するということも良いとなった。 ビデオスロットの動作原理は、リール部分がビデオモニターに映し出される、コンピュータグラフィックスに置き換えられてはいるが、基本的には、現代のリールマシンと同じである。初めてのビデオスロットは、1970年代後半、ちょうどビデオゲームが産業として花々しく発展していた時期に登場し、最先端のハイテクノロジーを駆使したゲーム機として、注目を集めた。しかし、 画面にメッセージが表示できるなど多少の付加価値はあったものの本質的には従来のリールマシンのリール部分をビデオ化したに止まるものであったため次第に捨れまたリールマシンにはステッピングモーターが導入されて一段と社交心の高いゲームが提供されるようになったこともあって一部の市場を除いてはあまり顧みられることはなくなったしかし2000年前後頃になると コンピュータ技術も格段に向上し、高度なコンピュータグラフィック表現を用いたボーナスゲームなど、ゲームの魅力を高めるフィーチャーにその能力が発揮されるようになってからは、人気が高まり、カジノを席巻するまでになった。ビデオスロットは、また、リールマシンでは無理があるようなペイラインの設定などでも、グラフィックによる自由度の高い表現力で克服できるとして、 一回のゲームによりたくさんのお金をかけることができるような作りにしやすかったという点も現在の流星を見る要因の一つと言える。大当たりのことを一般にジャックポットと呼ぶが中でもかけ金の一定の割合を特定の当たり役の配当に加算することで賞金を増加させるシステムをプログレッシブジャックポットと呼び通常の大当たりとは区別してプレイヤーに対する より強いインセンティブとしてアピールされる。これはスロットマシンには馴染みやすいフィーチャーで1960年代にはすでに取り入れられているリールマシンが出現している。プログレッシブジャックポットには以下のタイプがある。設置されたマシン単体で賞金が積み上げられるスタンドアイロン単一カジノ内の同種マシンで一つのプログレッシブジャックポットを共有する。 リンクドプログレッシブ複数のカジノをまたぐ動詞マシンで一つのプログレッシブジャックポットを共有するワイドエリアプログレッシブリンクドプログレッシブの変形でゲームの結果によらずいつ誰にどんなタイミングで当たるかわからないミステリージャックポットこれらのうちワイドエリアプログレッシブはバーチャルリールとステッピングモーターの導入によって膨大な組み合わせ数を作ることが可能となったからこそ 実現できたもので、当選賞金の世界記録を更新するなどで、時折一般にも報道されることもあり、現代のスロットマシンを象徴するフィーチャーの一つと言える。なお、ジャックポットという言葉を、プログレッシブジャックポットの同義語のように用いる混乱が一般マスコミで散見される。必ずしも誤りとは言えない場合もあるが、プログレッシブジャックポット以外は、 ジャックポットとは呼ばないかのような誤解を与えかねない、用法には注意すべきである。A、コインスロット A、コイン、オーパスマシンカリフォルニア州歴史保存局の、ウェブページ不道徳な、見えざる手自由市場は、人間の弱みにつけ込む A、ポキエマシン A、バリー A、インヘーステルニツ A、ランダムナンバージェネレーター、RNG。ありがとうございます。